はい。えっ、ー、と、南インドの日本語の先生方、えー、こんにちは。えー、今日はですね、えー、ブラッシュアップコースの第3回目の、えー、言語オタク型の勉強方法についてご紹介したいと思います。あ、それから、えっ、ー、と、この、えっ、ー、と、スライドは、この下のですね、オレンジ色で書いてありますけど、ビットリースラッシュ、BUC、えー、ブラッシュアップコースですね、2020923、えー。2020 2020年9月23日というこういうリンクでこのスライドを開くことができます。で、このスライドの中にリンクがたくさんありますから、ぜひこの動画ではなくて、このスライドも見てください。はい。えっ、ー、と、今日ご紹介する言語オタク型というのは、最初の週にちょっとご紹介しましたが、こういう特徴があります。 この人たちは、あの、外国語の勉強が好きなんですよね。ソーシャル型の人たちは、えー、人が好きで、えー、アニメ型の人たちはアニメとかそういうコンテンツが好きでしたね。でも、えー、言語オタク型の人は、えー、人とかアニメとかよりも言葉そのものが好きで、えー、言葉の勉強をするのが、えー、大好きなんです。で、えー この人たちはですね、あの、学校の勉強と似ている方法を家でも、えー、同じ方法で外国語を勉強することが多いです、えー。例えばその教科書で勉強したり、あるいは学校で試験があるように、えー、JLPT も受けて自分の,あの日本語力を知ったりですね。えー、そういうあのタイプがとても多いですね。はい。じゃあ、あの教科書っていうと、 あの日本だったらいろんな教科書をあの、うん、大きい本屋さんで買うことができますけど、えー、南インドの人たちにとってはあの教科書を手に入れるのはちょっと難しいと思います。それで、えー、教科書のようなウェブサイトで、えー、勉強することがいいのではないかと思いますね、えー。ただですね、これもとてもたくさんあるんです。えー、この国際交流基金だけでも、ミナトってこれ今とても有名ですけど え、ま、多分、基金のこの中では、トが今一番有名なんじゃないかなと思いますが、あと、日本語スターターとか、エリンが朝鮮丸ごと彩り、それからアニメ漫画の日本語とかですね、これ全部国際交流基金のものです。で、その他にも、えっと、これはタエキムさんの文法の説明とかがとてもいいウェブサイトですね。あと、NHK っていう、これは日本の、あの、とても大きいテレビの、えあの、組織ですね。 で、えー、テレビ局です。で、ここも日本語の、あのー、教材を作っています。それから大阪大学とか、えー、これは有末さんが作っている J ラーニングドットコムですね。この他にも、えー、東京大学とかも、えー、いろいろなところがもういろいろな、えー、日本語を勉強するウェブサイトを作っています。ただ問題はですね、えー、多すぎて選べないっていうことなんですね。で、えー、あのー、なぜかというと、 例えば、レベルも違いますよね、えー。自分に合ったレベルなのかどうかとか、それから、えー、読む勉強だけがしたい人とか、話す勉強だけがしたい人とか、そういうふうに、えー、ニーズはとても色々ありますが、えーうん、それにぴったりしたあのウェブサイトを探すのはあまり簡単ではありません。で、そういう人たちに、えー、とても、えー、便利なのが、この、えー、日本語いいな、 というウェブサイトです。今、これを開いてみますね。はい。えっ、ー、と、これはですね、あの、今は英語で、えー、見えていると思いますがあの、中級とか上級ぐらいの人は日本語にすると、もちろん日本語で見ることができます。で、えー、ここでですね、ご紹介、今日ちょっと紹介したいのはこの3つです。えー、サイトサーチと iOS アップサーチ、Android アップサーチですね。えー、はい。 <laughs> ではまずこのサイトサーチを見てみたいと思います。このサイトサーチっていうのはウェブサイトなので、要するに、えー、スマホのアプリではありません。もちろん、えー、スマホとかでも多分使えると思いますが、えー、スマホを持っていない人は、このサイトサーチから探すのが一番いいと思います、えー。で、まずですね、最初はこのカテゴリーが10個ありますね。えー、と読む、書く、聞く、話す。 文法、語彙、え、かな、漢字。ツールはいろんな勉強する道具が入っています。えー、辞書とか翻訳とか、あと文化や、えー、社会。で、その他というこういう10個の,あのカテゴリーがありますね。で、えー、まあ一つだけ、あの、ピックアップっていうのはここにありますけど、別にあの、えー、あのー、自分の好きなものをこの上の10個から選んでいけばいいと思います。まずじゃあ、ここではこの読む、 勉強をする人のためのサイトを見てみたいと思います。はい。えー、こういうふうにですね、えー、読むだけだと全部で20個あります。で、その中には、あの、うんえー、いろんなレベルのものがあるので、まずここでは、そうですね、えー、上級レベルのものを見てみましょうか。はい。はい。そうすると、えー、12個に減りましたね。で、この12個は、 あ、で、今何がっていうと、読むの中の上級の、えー、サイトですね。この12個は別にこれ全部が、あのー、えっ、ー、と、上級だけというわけではありません。中級も初級も上級も全部使えるという、そういうウェブサイトも入っていますね。はい。えー、12個ありますから、ちょっと流すだけ見てみましょうね。はい、こんな感じで。はい、たくさん、えー、12個の ウェブサイトが紹介されています。はい。はい。えー、っと、で、あの、で、その次に、えー、っと、iPhone とか i あの iPad で、ね、日本語を勉強したい人は、この iOS アプリの検索をするといいと思いますね。えー、じゃあ、今度は、さっき読むを見ましたから、今度書くを見てみましょうね。 はい。で、あの、iOS の、あの、書くの場合は、これ4つしかないので、さっきのように、えー、レベル分けの検索はありません。ですけど、えー、ここに1つ1つにですね、レベルが書いてあります。えー、beginner, intermediate, advanced っていうね。で、こうやってみると、はい。えっ、ー、と、上級で、えー、書く。これが上級ですよね。advanced って書いてありますね。えー、つまり iPad とか、えー、iPhone で、えー 各勉強をしたく、したい上級レベルの人だと、これが一つということになります。はい。え、アンドロイドも同じように、ここを、あの、開くと、え、アンドロイドのスマホで見ることができる、あの、いろいろな、え、アプリをここで探すことができるわけですね。はい。で、えー、っとですね、あの、 この他に名前は知ってるけどその使い方がよくわからない。ダウンロードする前にちょっと調べてみたいという人は、ここの、えー、検索窓を使うといいです。例えば、えー、エリンが挑戦のエリンを検索してみましょう、まあ。エリンだけだと、あの、エリンが挑戦の他にも、例えば開発したの人,人の名前とかですね。そういうのにエリンというのが入っていると他のが出てくることもありますが、えー、まず最初にやっぱりこういうふうに。 アンドロイドのアプリでは、ええー、これですね。このアプリが出てくるわけですね。これ、エリンが挑戦じゃなくて、エリンと挑戦っていう、あの、アプリだったと思います。で、えっ、ー、と、iPhone とか iPad の人にも同じアプリがあります。で、ウェブサイトの場合は、あの、エリンが挑戦の、これが一番有名なものだと思いますけど、えー、こういう、ここを見つけることができるわけですね。 はい。じゃあ、ここでは、えっ、ー、と、まず、ここの、あの、アンドロイド用のエリンと挑戦の、えー、ページを開いてみましょう。これはですね、すぐにこのアプリをダウンロードするページに行くのではありません。ここを開くと、えー、このエリンと挑戦の、このアプリについての詳しい説明が書いてあります。えー、何ができるかとかですね。えー、どういうふうに使うかとか。で、このハウトゥーのところがとても詳しいです。で、 えっと、ちょっと一番下の方まで見てみましょうか。これはどのぐらい詳しくこのアプリが紹介されているかを見せるために一応下の方までスクロールしています。もうこんな風にとても詳しく一つ一つのウェブサイト、アじゃなくてアプリですね、この場合は。アプリについて説明がされています。で、えっと、ここにあのダウンロードするときは、一番下にですね、ここのリンクを開くと、その ダウンロードページに行くことができるわけです。はい。はい。じゃあ、これが、えっ、ー、と、日本語いいなの、えー、ご紹介でした。はい。で、えー、9月23日の、えー、活動ですけど、まず前半はですね、えー、先週あのご紹介したソーシャル型の課題の結果。 を、えっ、ー、と、グループディスカッションね、えー、ブレイクアウトルームで話し合ってみてください。で後半は、あの、今ご紹介した日本語いいなで自分に必要な教材を探してみてください。探すだけでいいです。まだ実際にそれを勉強しなくてもいいです。で、この、えっ、ー、と、ズームの後で、えー、実際にその探した、えー、アプリを、まあ、ダウンロードして、それで何日か使ってみてください。で、 その使ってみた感想ですね。それをあの参加者コードと課題コードと一緒に、WhatsApp のグループチャットに投稿してください。で、参加者コード、これね、番号しか書かない人がいるんですけど、このハッシュ、最初のこれも必ず書いてください。あ、それから、今回の課題コードは、ハッシュの課題03ですね。はい。え以上です。それでは、皆さん、ズームでお会いしましょう。